I ready。 それ何の歌？クイーン、レディオガガ。クイーン、クイーン歌えんの？すごいんだけど。よし。歌う子もいれば、ちょっと緊張気味の子。着るものだってトレーナーも袴姿も。長沼町に誕生した私立マオイ学びの里小学校の開校初日、入場行進も来賓の挨拶もありません。学校の決まりってないんだよね。みんなで作っていく、ね、そういう楽しい学校にしていこうと思いますので、一緒にいい学校を、楽しい学校を作っていきましょう。地元のリンゴジュースでお祝いです。入学したのは1年生から4年生までの55人。子どもたちのおよそ半数はこの学校に入学するため道内外から移住してきました。校舎は長沼町が廃校となった小学校を無償で提供しました。赤い三角屋根がシンボルです。頑張って1週間ぐらいに彫刻刀で削ってやります。一人で、一人でちまちま。開校から1ヶ月半。おはようございます。学校を覗いてみると、マオイ学びの里では3つのプロジェクトがクラスの代わりです。プロジェクトとは体験学習のこと。今年は3つのテーマを設定してるんですけど、ものづくり と、演劇パフォーマンスと、それから料理っていう3つのグループから、子どもたちが自分が1年間やりたいものを選んで、関心を共にするグループが縦割りのクラスという形になります。国語や算数、音楽や体育などの教科を学ぶ時間は公立の小学校と比べて半分程度、残りの半分は体験学習です。チャイムもテストもなく、先生もいません。スタッフの大人たちは教えるのではなく、子どもの自由な活動をサポートするだけ。ここが落ちないように固定してるよ。体育館ではものづくりグループが工具と格闘中です。目指すは大きな滑り台。まあ、じゃあどうする？外す？これ外して、これをここにつける。そうだね。自分たちで大きさを決めること、強度を考えること、試行錯誤を繰り返すことが学習につながります。まあ練習になったな。せっかく打ったネジは抜くはめに。抜けねえんだけど。こちらは演劇のグループ。まずはマオイニュースの配信を目指しています。ニュースです、ニュースです。それそれそれ、準備いいですか？あ、プロのカメラマン来てますよ。プロ、こんにちは。マオイワクワク自由ニュースをお届けします。まず一つ目のニュースです。今マオイワクワク自由クラブでは花植えをしており、ビニールハウスが完成したのだというご報告がありました。ビニールハウスの次は畑作り。
なんで動画撮ってるの？ YouTube にあげるらしい。あれ、ニュースで使う動画も自分たちで撮影します。自由で自分たちがいろいろできるところが楽しい。ゲームしか楽しみがなかったんで、ここに来てゲームではない楽しみ方っていうのを見つけるためにここに転校したっていう理由ですね。植える畑の広さを考えたりとか、それから作った料理を何人分とか何グラムとかっていうことでやっていった時に、掛け算や割り算やいろんなものがこう算数に結びついてくるので。校長の細田さんは高校や特別支援学校を経て、北海道に自由な学校を作りたいと NPO 法人を立ち上げました。理想としたのが、30年前に和歌山に開校した紀の国子どもの村学園です。体験学習を通して子どもたちの自主性を育てる教育に感銘を受け、同じような思いを抱く元教師ら10人が集まって学校設立を目指してきました。アベリー、ふりかけかけてた。なんだよ。アベリー、ふりかけ。日本来たほら。大人のスタッフをあだ名で呼ぶのがマオイ流。なんて呼んでるの？相棒。相棒だもんね。相棒って呼んでる。相棒って呼んでるの？なあ、相棒。基礎学習の時間。お焼き。277円。できた、そうちゃん。買い物の計算をしているのは料理のグループ。基礎学習と体験学習が連動することで、より実践的な知識が身につくカリキュラムです。これが新たよね。そう、それがロン君がレジでおばちゃんからもらえるお釣りです。おばちゃんおばさんって決まってんの？いや、お姉さんかもしれないです。やる？自分で計算しなくてもいいんですか？まあ最終的には自分でお金持ってそれぞれレジで買ってができるようになればいいかなっていう、はい、最終目標です。まだ程遠いです。校則も自分たちで決めます。議題箱に寄せられた議題をみんなで話し合う週に1回の全校ミーティング。この日の議題は物の大切さ、暴力、玄関の靴の3つです。なんで靴をしまわないんですか？外客するときはそういうときだけはやめてほしいよ。大客が来るときだけ、換気しまうとかっていうのは、ああ普段からやらないと。閉まった方がいいと思う人は手を挙げてください。子供も大人も同じ、一人一票です。はい、先生聞いてみたい感じだったんですよ。そこ3週間、4週間経ってようやくこういうふうに司会を中心に話し合って、子供のやりたいことが思い切りできるっていうのが最大の魅力だと思って、本人もこの学校に通いたいって。本来持ってる好奇心を世代に羽を広げて、伸ばしていっていただきもらえればいいなと。ここからまた北海道の教育が変わっていって、日本全体の教育が変わっていって、それで子どもたちが何て言うんだろう、もう伸び伸びと、で自分で考えて自分で行動できる大人が社会に増えていってほしいなって。